よいしょ。はい、じゃあね、またね、今日もちょっとスニーカー校について話そうと思うんだけど、いよいよあと、金土に3日でね、できればね、チケット買ってない人、まあ、いろいろ興味持って俺はちょっとなんか集まれたらいいかなと、すごい思って、でね、なんかね、いろいろ情報がアップされてる。で、このインテックス大阪であるんやけど、もうその1日前にさ、実はスポルテックっていうもう強烈なイベントやってるね。で、多分その規模でやると思ったら、俺結構でかいんじゃないかなと思う。で、こうなんかこう、ネットとか見てると、アップデートされたやつはさ、例えば、今、なんか俺インスタグラム見たら、スニーカー芸人の RG さんやったり、レイザーラムのね、あと、アンソニーさんだよね。まあいろいろ結構芸能人でもやっぱこうスニーカーってすごい、好きな人とか集めてる人も多いし、まあでもわかるよ。俺も、夢中でやっぱ集めちゃうし、履かんのにね。なんかそれがいいよね。でなんかね、そのスニーカー校の T シャツ、オリジナル T シャツとかあったり、結構なんか俺は今面白い情報がどんどんアップされてる。ね。なんか俺はね、こう、やっぱ、そういう、こう、ものを愛する人、やっぱ俺はやっぱ、結構レイザーラモンさんはちょっとなんかね、ちょっと悪いことしたけど、RG さんなんかはね、すごいこう、あなたプロレスも好きやし、音楽も好きやし、スニーカーなんか大好き。あの人がこう作った、キモドリっていうさ、こうスニーカーをこう、表にした撮り方っていうのはもう、ものすごい、こう、みんなハマってるとかやってるしね。そういう人だ。やっぱ写真撮りたいしね。そういうのはやっぱアップしたいよね。自分の SNS に。さあ、あと3日が、楽しみすぎるね。でね、まあ、告知は結構してるんだけど、まあ、どんどん、これはなんかできればスニーカーの人が、の関西にいる大阪の人、スニーカーの人、できれば大学生が、スニーカーのコーチが集まってほしいなと思う。多分、今のところ、まあ、俺の知り合いとか、一応好きなスニーカー好きな人にいろいろメールしたら、まあ5、6人くらい集まってるみたいだけど、まあ10人くらいで、できればさね、12時くらいになんかこう、多分ショータイムがずっとやってると思うね。で、なんか見てたら、こう、スニーカーの、なんていうの、スニーカーに対しての討論とか、まあ、DJ パフォーマンスだったり、ダンスパフォーマンスだったり、まあ俺がちゃんこう楽しみしてるのは、こう、スワッピング大会。多分ね、こう、スニーカーとかも持ってって、これもう5、6個持ってこうと思うけど、いらないですよね。そういうのをもう即売とか、こう交換とかしてて、そういうコミュニティができるらしい。どれ持ってこうかね。似たりと履いてるけどね。でもね、1個はね、俺間違いなく持ってってこう、なんかしたいのは、これ全く履いてない。このステューシーとコンバースの、まあ、ヌバック素材、まあ、キャンバス素材のやつなんだけど、これ多分ね、サンフランシスコで買っ、いや、サンフランシスコ、ただ海外で買って、全く履いてない。箱なしで多分ね、半額くらいで買ったんかな、もう忘れた。多分30ドルくらいかもしれない。とにかく、なんかレアではないかもしれないけど、まあ、オールスターのマークと、中にも一応ステューシーの、なんちゅう、インカ文明みたいな文字と、あと、ここにもタグもあるし、ここに、なんていうの、ステューシーのマークついてるし、結構俺こういうの、これをなんかうまく使って、どんどん交換してて、まあ最終的に EG ブーストぐらいまではいけたらいいかなと思う。まあでもさ、まあ楽しみね。で、どうやってこう行くかって言ったら、まず3000、まあ俺は日曜日に行こうと思うんだけど、まず3000円のチケット、1日だけだと3000円。で、24日の日曜日か。その3000のチケットを買って、なんか変だね。この在庫っていう、もう電子チケットの会社がこう全部これを到達してるんだけど、なんかそのチケットが来てない気がするね。ちょっとなんか不安ないけど、まあ多分もう、見たらレジスタードって書いてたし、俺は多分こういうの見せたらもう入れるんじゃないかなと思う。悪くない。めっちゃ楽しみ。さあ、ただね、もう一個ちょっと迷ってんのがね、まあ、どういう格好をしていこうかって感じ。もう俺、37歳だし、まあ、そうやってこう、なんかスニーカーをメインにした格好、履けてかっこいい、そういう若者向けのスニーカー持ってないし、めっちゃ迷ってるよね。
なんかな、まあ、バンズでいくか、ちょっと若いのを意識して。あ、俺ね、そうなんか、やっぱスニーカーでさ、やっぱ音楽のカルチャーとすごいこう、親密な関係あるし、まあ、俺は東京トライブがすごい好きで、そういうのを着てたらかっこいいかもって、せっかくね、こうサルスタジャンがあったんやけど、これめっちゃちっちゃいよね。多分俺がもうなんかパンプしたのもあるかもしれんけど、なんか俺これに、なんかグレーのパーカーでも出して、ちょっとこう、うん、若作りしていこうと思ったんやけど、やばいね。俺何を着ていこうかが思う。ちょっと迷うわ。まあでもその悩んでるのが、ファンの想像をかきたて、こう、ワクワク心が出てくるんだと思うしね。とにかく久々、俺はエキサイトしてるわ。早く時間が経って、早く日曜になってくれんかなと思う。というわけでね、どんどんこれ動画見てる人はね、一応、俺誰でも来ていいと思うし、やっぱこうやって、水泳以外のことで、水泳選手ってもう足くらいしかできんやん。そういうのね、楽しみたいね。というわけで、直前、動画でした。ありがとうございます。